クラッシュ。こいつはすげえ。こんなとこに人がいるぜ。みんな会えて嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。おおおおお、ちょっと待ってくれ。亀の挨拶よく知らないやつを真ん中の後ろで見つけたぜ。ガイドさん、前から2列目、こっちの通路から2番目だ。頭に青い富士壺乗っけてる男性。そうさ、こんにちは。こんにちは。名前なんて言うんだい？走りです。走りりで合ってる？はい。走りり。違う。お、違うの？走りでです。走りでで合ってる？りでです。は、お、これ違いがちょっと分かんないな。もう一回ゆっくり教えて。ガラッシュ、走りでくんなんて。走りで、走りで、どっち？走りで。走りでか。お、ごめんな、走りでごめんな。耳にプランクトンすげえ詰まってたんだろうな。走りでよろしく、ごめんな、たどり着いたぜ。よし、走りでいいかい？俺が最高だぜって言ったら、走りではこうやって両方のヒレできるだけ高く上げるんだ。走りでニヤニヤしてる場合じゃないぜ。いくぜ、走りで最高だぜ。やるじゃないか、拍手を送ろうぜ。走りで今君の中で何か弾けたな。いや、よかった、今の感じで頼んだぜ。よし、今度は、今度はもう一回の真ん中の後ろにいてみよう。一番前の列でこっちの通路から2番目、頭の上にもう一個頭乗っかってるお嬢ちゃん、すげえな、話そうぜ。こんにちは。名前なんていうの？フルネです。フルネで合ってる？ハルネです。ハルネ、今日プランクトン多いから気をつけろよ。ハルネよろしく。あとハルネ、ハルネは今何歳？9歳です。9歳。そうか、まだまだ卵から帰ったばっかりなんだな。あ、じゃあな、今日ここには誰に連れてきてもらった？お母さんです。わかったぜ、教えてくれてありがとう。よし、じゃあ春音のお母さんどこだい？いたらひれあげてくれ。でもやっぱり隣だよな。そうだよな。そんだけくっついておいて他人だったら怖えもんな。ありがとう、しかもお母さんも頭の上にもう一個頭あるもんな。どう見ても親子だよな。じゃあな、お母さん、お母さんの名前なんて言うの？ひろこです。ひろこ、優しそうな名前だ。ひろこ、春音からさ、いろんなことを質問された経験ってあるかい？あります。そうか、俺の息子のスクワートもそうなんだよ。ひろこ、俺たち親同士気持ちが通じ合ったな。嬉しいぜ、ありがとう。春音もありがとう、また話そうだ。いや、実はさっきもそのスクワートに聞かれたんだ。なんで人間はあんなに僕らと違うのって。で、俺こう答えたんだ。わかんねえ。だからみんな、人間のことを教えてほしいんだ。俺に協力してくれる人はヒレを上げてくれ。どうだい？お、いっぱいいて嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。走りでその調子だぜ。よし、スクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間は何を食べるの？だってさ、じゃあこの中で、食べる人、ヒレを上げてくれ。どうだい？お、でも食べないやつも何人かいるんだな。どうやって大きくなったんだ？じゃあ今度はこっちの前に行ってみよう。前から4列目。で、真ん中の通路側だ。グレーっぽい甲羅で頭に2枚貝乗っけてる女性。話そうぜ。こんにちは。こんにちは。名前は？メイ、よろしく。メイ、君の大好物って何だい？たこ焼きです。ちょっと待って、メイ。ちょっと待って。ちょっと待ってよ、俺な、タコの友達結構いるんだけど、君タコを食べるのか？食べ、お、どっち？食べますって。
食べる結びかけちゃうぞ。ハンクいたのか。気をつけろよ。ダメイ、肩ひれを上げてくれ。俺が言ったこと繰り返してくれな。タコは友達。タコは友達。餌じゃない。餌じゃない。守ってくれよな。びっくりしたぜ。ダメイ、俺が君の友達を焼いて食べるって言ったら怖いだろ。まあまあまあ、でもな、正直に教えてくれてありがとう。みんなでメイに拍手を送ろうぜ。いや、びっくりしたな。よし、今度はみんなの番だ。俺に聞きたいことがあるやつはヒレを上げてくれ。なんでもいいぜ。どうだい。うん、まずはな。じゃあまずはな、真ん中の後ろに行ってみよう。後ろから2列目だ。で、こっちの通路側、やっぱりな、頭の上に頭乗っけてる女性だ。話そうぜ。こんにちは。名前は？ダリーです。よろしくな。聞きたいことは何だい？好きな人いますか？お、人か。そうだな、まあ、人となるとな。俺あんまり知ってる人間いないんだけど、まあ、でもな、今一番好きな人はさ、橋出だよな。橋出はさ、俺何回も名前間違ったにもかかわらず、元気に亀の挨拶やってくれたからさ、俺橋出みたいに心の広いやつ大好きだぜ。もちろんさ、君ともこうやって話ができたんだ。俺君のことも大好きだぜ。またどっかで話そうな。お前たち最高だぜ。よし、他に質問があるやつひれ開けてくれ。何でもいいぜ、遠慮すんなよ。クラッシュ、お前の子が質問あるみたいだぞ。ハンク、ありがとう。でもな、メイにはほんと気をつけろよ。今度はな、こっちの前に行ってみよう。前から3列目で、真ん中の通路から3番目だ。頭にメカグを乗っけてる女性。話そうぜ。こんにちは。こんにちは。名前は？ホウです。ホウ、合ってる？ホウです。ホウ、よろしく。聞きたいことは何だい？この4人の中でタイプな人って誰ですか？ホウ。いねえよ。いや、タイプって言われてもさ、俺カメだぜ。俺が好きなタイプ、亀に決まってるだろ。それに俺な、人間のな、外見の区別とかほとんどつかないんだよな。とにかくな、君たち4人は頭にメカグを乗っけてる。それぐらいわかるぜ。でもな、ほう、実はな、俺にはな、シェリーっていうパートナーがいて、もうな、一緒になって130年になるかな。シェリーは甲羅がピカピカで、ヒレがとっても滑らかで、何より家族思いのすっげー優しいカメなんだよ。出会って130年になるけど、今でも俺はシェリーのこと心から愛してるんだ。何をすんだ、恥ずかしいじゃねえか。またください、君たち4人をさ、カメのことを諦めて人間で素敵なパートナー見つけてくれよな。みんなで4人に拍手を送ろうぜ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問があるやついないかい？なんだっていいぜ、遠慮だけはすんなよ。じゃあな、もう一回こっちの前だ。一番前の列で一番端、頭に黄色いハマグリ乗っけてる女性。話そうぜ。こんにちは。こんにちは。名前は？ジュンナです。ジュンナ、よろしく。聞きたいことは何だい？クラッシュが考える幸せって何ですか？お、幸せとは。あ、でもな、今の君の話を受けて真っ先に思い浮かんだのはな、家族みんなの笑顔かな。俺はな、さっき言った通りシェリーっていうパートナーがいて、シェリーとの間に65匹の子供たちがいるんだよ。末っ子がな、スクワートで、あとは上から順にキアヌ、ルル、サンディ、ヨンディ、ゴディ、ロクディ、な、止めてくれていたぜ。まあそれ冗談だけど、あのな、家族みんなが揃うこと、67匹全員が揃うことってほとんどないんだよな。でもさ、ほんとたまたま奇跡的に67匹みんなが揃った時の、何をするでもないけど、シェリーと子供たちの笑った顔、もうそれが最高の幸せだよな。だから家族が俺の幸せ、そんな感じかな。じゃあな、純奈の幸せってなんだい？まあ難しいよな。でもそういうのってさ、気づいてないだけでさ、意外と自分の中にあるかもしんないぜ。一回君の胸にひれ当ててさ、考えてみろよ。素敵な幸せ見つかるかもしんないからな。応援してるぜ。みんなで純奈にも拍手送ろうぜ。お前たち最高だぜ。うう、
なんだ、ハイドロフォン壊れたか。ハロー、ハロー、デイリーじゃねえか。あいつのエコロケーションってすげえんだぜ。なんかうーってやったら見えてくるものがあるらしいぜ。人間も誰かエコロケーションできるのかな。あいつにやってもらおう。走で君の出番だぜ。走で君の可能性試してみようぜ。エコロケーションで俺が何本のヒレを上げてるか当ててくれ。じゃあまず両方のヒレを頭の横に持ってきて頭にくっつけて、うん、で目を閉じるんだ。君が答え終わるまで絶対に目を開けるなよ。よし、せーので、うーだ、大きく頼むぜ。せーの、うーいい感じで走ってそのまま続けて、うーオッケーだ、目開けんなよ。今俺が開けてるヒレ何本だ。2本です。正解の拍手を送ろうぜ。走りでできたらすぐ受けられる。カエル、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 パパ、パパ、カエルに乗ってサーフィンしようよ。わかった、わかった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと会えてすっげー嬉しかった。お前たち最高だぜ。バッチリだ。みんな、ありがとう。楽しかったぜ。また遊びに来てくださいね。出口は後ろです。お忘れ物がないようにご注意ください。